サリ寺院は、インドネシアのジャワ島中部にある、仏教寺院である。ジョグジャカルタ特別州スレマン県、カラサン地区の村タートマルタニーの弁断にあり、カラサン寺院のほぼ北側600メートルに位置する。寺院は2階建ての石像構造物であり、窓や扉を持ち、木造の梁、床、階段を備えていたが、有機資材はすべて朽ち果て,てなくなっている。この寺院は、 かつて仏教僧院であったと考えられている。寺院名のサリは、サレに由来し、ジャワ語で、終身の意で、この構造物が僧侶の居住施設であったとすることによる。また一方で、サリは、美しい寺院建築を意味するとも言われる。サリ寺院、サリ寺院は、カラサン寺院とほぼ同じ時代に混流されたと考えられている。西暦七十八年に、 ナーガリー文字を用いたサンスクリットによって記された、カラサン碑文によると、ラカイ・パナンカランを説得した王氏ラージャグルの遺行により、女神ターラーの神聖な建造物が建立され、また、シャイレーンドラケ領内の僧侶のために、ビハーラが建てられ、パナンカランはカラサンの村をサンガに与えた。この碑文により、サリ寺院はおそらく、ターラーを祀った近隣のカラサン寺院に仕える僧侶の、 ための僧亡であったとされている。しかし、寺院は旧世紀前半内し旧世紀中頃に建立されたものとも考えられるほか、その役割は、教像とも、上階などに祀られた仏像を礼拝するためにあったとも言われる。サリ寺院の遺跡は、オランダ植民地時代の1920年代初頭に知られるようになり、1929年に、 寺院の修復が始まり1930年に終了した。しかし、かつて指導の頭壁にあった正面の階段並びに拡張された前室や主指導を取り囲む、外側の基部など大部分が欠損により未完となった。また、この主指導はかつて数多くの指導群により囲まれていたものと考えられる。左手に弦楽器を持つ、 天神像の浮き彫りサリ寺院西背面、サリ寺院の指導は、基壇部、壁体部、屋根部の3つの部分からなる。寺院の基壇は、南北20メートル、東西14メートルであり、東側に突出部が認められる。基壇は一部のみが残存し、外側の基壇の石材は欠損している。壁からの立地は長方形で、南北17.3メートル、西東10メートルであり、 指導全体の高さは17から18メートルとなる。正面入り口の扉は東側にあり、入り口にはカーラや像の彫刻が装飾されている。壁は窓に取り囲まれる上下2層により構成されており、壁の周囲にある水平な中央の帯線からもこの構造物が2階建てであることがわかる。サリ寺院の内陣指導の内陣は三つの防室から、 なり、北側の防湿、中央の防湿、南側の防湿の広さは、共に、南北3.5メートル、東西5.8メートルである。これら3つの防湿は、南北軸に並行してあり、中央の防湿と両側の防湿は扉によりつながり、また、中央の防湿は、東側の入り口に通じている。各防室内の壁には突出した石材の列があり、 木造の梁によって上層階と下層階を隔てる木造の天井を支えるために使用された。南の防室には上層の木材橋に上がる階段があり、一部の箇所に斜め方向となる石材があることから、ここがかつて木造の階段があった場所であると考えられる。サリ寺院のレプリカ上層の木材橋はおそらく修道像が瞑想ない司令牌のために使用したとされる。 また、上層の小房は、修道像が滞在、休息、または終身の場として使用し、仮想界の防室は礼拝の場として使われたとも考えられている。しかし一方では、上層界の小房も仏像の礼拝のために使用されたとも言われる。仮想界の防室には、彫像が置かれた台座がいくつか認められる。北と南の防室の側壁には、くぼみがあり、 これはおそらく10日を置くためにあった。これらの防室には上部が馬蹄型半円形の壁岩があり、カーラマカラにより装飾されている。かつてこれらの壁岩には彫像が安置されていた。しかし今日彫像は全て消失している。指導の上部には雨水の排水溝が設けられており、その噴水口である。 ジャラドアラは蛇の上に座る巨人をかたどる。三つの防湿が並んだ上部は三列の仏塔により装飾されている。外壁は天神たちの彫像により美しく装飾されており、外部装飾には花を持つ女神ターラーや楽器を持つボーディサッタなどが見られる。これらの像の高さは約点五メートルで、ほぼ人間と同じ大きさの彫像が窓の両側に配され、 上層部と下層部の2列に配置されている。これらの彫像は、東、北、南面に、それぞれ8体、西面には12体あり、合計36体からなる。これら天人像の多くは発想を持ち、鳥番画の優雅な姿勢をとり、平穏で安らかな表情を見せている。壁面の装飾には、金なら金なりとして表現されている。寺院の外壁には、 ゲイジラレパと称される白色の漆喰の痕跡が認められ、これは近隣の唐ン寺院にも見られる。この白色の漆喰は寺院の壁を保護するために塗られていた。ありがとうございます。